へと進路を変えた。それは侵略者スヒュームの陰謀だった。人工太陽で南極の氷を溶かし、地球を水の惑星に作り変えようと目論んだのだ。スヒュームの操る宇宙怪獣レイキバスが現れ、ダイナを待ち受ける。レイキバスを倒せ。ミッション成功。